ございます、さやさ心です。今日はスーパースーパースペシャルゲストを招いてラウンド動画をします。なんと今回舞台となるのは砦国際ゴルフクラブになります。なんとこの間ですね、あのアメーバツアーのノビルカップが行われた会場でもありますので、皆さんこのコースですね、ぜひチェックしてみてください。ありがとうございます。今日は初登場になります、はい、山口涼香ちゃんです。よろしくお願いします。はい、緊張する大丈夫？いや、緊張はそんなしないですけど、はい、はい、まず涼香ちゃんとの出会いは森さんのレッスンだね、はい、で、あってあまりのスイングにもうぜひうちに出てくれないかということでオファーしました。で、なんと涼香ちゃんこのね、ちょっと1ヶ月の間にですね、すごいことを成し遂げてしまいましてですね、アメリカ女子プロゴルフツアーの来季の出場資格を争う最終予選に出場し、なんと通っちゃった、はい、ってことで来年からアメリカツアーに挑戦するということですね、はいはい、なんとスーパー女子高生、いやいや JK プロって呼ぶ言うらしいよJK プロっていうらしい、はい、でございます。まあすごい経歴がたくさんあるんで、ラウンドしながら紹介していきたいと思います。見てる YouTube とかある？うん、あんまり見ないですよ。あんまり見ない。でも見ました。あ、本当？はい、リンゴルフ。ありがとうございます。あとはそんななんかあんまり YouTuber とかもわからないんで。わからない、はい、了解です。楽しくラウンドしましょう、はい、はい、じゃあ、ふるかちゃんはなんかね、バックティーから行くらしいんで、じゃあ、青から、はい、行きましょう。はいではない。同じコーチなのにスイングが全然違う。中学校3年生高校3年生間違えた間違えた高校3年生、はい、で、中学校3年生の時にアメリカツアー初挑戦したんだよね、はい、いや、そうです。全米女子オープンの予選に出て、うん、で、うん、まあ通って、うん、それで一応日本史上最年少での記録っていうか、うん、で出場しました。それはさ、どんな気持ちだったの？いや、でも最初は通りたいっていうのは思ってたんですけど、うん、まあ気楽にやってたので、そんな今みたいな今やってるほどなんか絶対に通らなきゃとかっていう感じではなかったので、うんうん、多分気楽にできてたのが良かったっていうのはあって、でも通った時はなんかすごいもうびっくりじゃないけどもすごい嬉しくて、うん、嬉しかったですでもなんか終わった後いっぱいメッセージ来たので、うん、もうそれに返すのも大変でしたメッセージが来すぎて、はい、みんなからおめでとう、はい、おめでとうみたいなね、何歳からゴルフをやってるんですか？7歳からで、うん、小学校2年生に上がる前の春休みぐらいから。小学校2年生に上がる前の春休みぐらいから、はい、まあ小2ぐらいからですね、はい、じゃあそんな早くないんだね。めちゃめちゃ、まあでもそうですね、結構3歳から握ってた。あ、そんなではないです、はい、なんかまあ多いぐらいの年代だと思います。はい、でも今活躍して畑岡奈紗ちゃんとかは、うん、小学校4年生ぐらいだったかな。結構遅めなんで。結構遅いんだ、はい、
へえ。そういう子もたまにいると思う。他のスポーツはするの？小学校6年生までは一緒に週に1回だけなんですけど水泳やってたりとかしてたんで、まあスポーツが好きですね全般的に。見るのもやるのも。へえ。で運動神経抜群なの？いや全然そんなことはないですけど。でもなんかお兄ちゃんもずっと野球で学校とかも推薦とかで入ってたんで、うんうん、なんかお父さんもスポーツやってたし、なんかそういう一家なのかなみたいな。そんな別に。お兄ちゃんゴルフしないんですか？ゴルフやらないかな。やらないかな。やっても2年に1回くらいかな。だいぶお兄ちゃんは。お兄ちゃんはゴルフ熱がないの？はい、ないです。ラグビーのことにもあんまり興味がないというか。なんか一応気にはしてるけど、キャディやるみたいな感じで冗談で言ってもやんねえよって言われる。上げてます。もう2打であそこまで行ったの？はい。あんな後ろから回って。すごい。お、うまい。お、込められた。お、あ、惜しい。ちょっと上手かった。上手かったね。でも花道。うん。ここ。鈴鹿ちゃんのショットもすごいと思ったんだけど、それなんか磁石ついてる？クリケですか？うん、はい、ついてる。今磁石でひっつけたみたいな。そういうようじゃないんですけど、二人乗りカートじゃないですかアメリカって。それでいちいちそのゴルフバッグから出したりとかがめんどくさいので、カートの前にこうピタってくっつくように磁石がついてます。クラブひっつけてくる。びっくり。ナイソン。ありがとうございます。18ヤード、18歩、18歩。いやー止まって。うまい。ナイスパー。余裕ですね。いやなかなかないよこんな余裕なこと。ナイスバーディー。ありがとうございます。いきなりバーディーです。たまたま、よかった。すごいね。遠く見えるね。はい、ピンが短いんだね。そうですね。ちょっと今動ける。でも最近ちょっと真ん中にしたんですよ。これでも、うん、いや、いつもは左で、全体的に全部左で、アイアンも左に置いてるの。はい、そうです。でもドライバーはここだけど、アイアンはそんなここじゃなくて、今はここら辺。うん、でもその方がこうやってハンドファーストに構えるから、真ん中よりは多分ここの方がいい。結構みんな左が多いかな。た方がめっちゃすごい助かる。なんか例えばボールティーアップする前に、
結構後ろから見た時になんか見つけますかボール。そう、その後ろから見た時に、うん、この辺に葉っぱとか、うん、葉っぱとか見つけてない。例えばこのピン狙うとしたらその葉っぱが近くにあったとして、うん、この葉っぱをでなんていうの狙いを決めてどこを構えてその葉っぱ向いてるかっていうかピンじゃなくてまず一番近くに狙いを決めて、狙いを決めてそうそうピンの方向がこういう調整で狙い決めてそう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 あっちばっか見ちゃうからダメなんだね。それでそれをやった上で、うん、ボールをまずティーアップする前からその見つけておいて、うん、でそこに例えばなんかディポットとかあるディポットっつうかあるじゃないですかボール削った後が、うんうん、ティーグラウンドだと、うん、その後ろにティー刺してボール乗っけて打つってやったら結構狙いが定めやすいと思います。いいね。パターとかもそうですけど、あパターもそうね、そういいのあったらパターはなんかこの辺でなんかその芝とか見つけてそこにフェイス出していく感じとかあるけど、そこだけを通すっていう意識で やれば結構方向は定まると思います。いやめっちゃ構えづらいと思ったもん。最初のままで良かったみたい。先にミス。やっぱあれぐらいの距離は入れる。ああいうのが一個入り出すと結構ポンポンポンって行ったりするんで。あ、やると思った今。そっか、あれぐらいがポンポン入ると乗っていくのね。はい。ちなみに今女子高生じゃん。どうなんですか高校生ライフは。楽しいです。楽しい。はい、でも女子高なんで。あ、女子高なんだ。でも女子高行ってよかったなとは思います。楽しい、すごい。え、それはなんか自分で選択肢があったの。いや、まあゴルフ部があるっていうのと、うんうん、団体戦とか出たかったんで、でなんか結構今の子たちって通信とか多いんですけど、うんうん、通信は行きたくないなってもともと思ってて、うんうん、普通のさそんな海外とか行っててさ高校生らしいさ生活はさ遅れてて、なんかこう学校の行事とかさ。あ、行事は結構出てますね。でも運動会はちょうど試合と毎年かぶっちゃってて出れなかったんですけど、うんうん、文化祭とかはずっと毎年出てました。おお、じゃあ普通の高校生ライフも楽しみながら、ね、はい、ゴルフも一生懸命やってみたいな、はい、そんな感じです。大人になっちゃうね。そうなってあっという間に。だって修学旅行とかさ行きました。あ、行ったの。はい、国民体育大会って分かりますか。国体っていうのがあるんですけど、でもその修学旅行と重なってて国体がで、私は最初国体に出るって言ってたんですけど、お父さんとかに将来同窓会30年後とかやって自分だけその会話についていけないの悲しくないって言われて。じゃあお父さんの勧めで。そう、それもあって、うん、高校生の中で1回しかないじゃないですか。1回しかない。だからやっぱその思い出ってずっと話されるからね。はい、今でもすごいまた行きたいなって思うぐらいなんで、どこ行ったの。長崎と福岡行きました。お、なんか私立だけど意外と県日本なんだとか思って。でも海外でも逆にお金大変だから海外は行けなかったかもしれないけど。どういうとこ楽しかったの修学旅行に行った先は。なんか班行動とかでみんなでやってる時も楽しかったし、なんか全て楽しかったです。なんか最高。ありがとうございます。右サイド。
わあ、満音しちゃうよ。いや、それはないですよ。だってもう上地でしょ、あれ。いやあ、でも上地っちゃ上地です。上地だろうね。はい。例えばなんかこういうの見つけて、この延長線上に置くとか。この黒いのね。はい。まあ何でもそれは。あ、出てる。うん、大丈夫です。その方向で多分大丈夫。このこっち側ぐらい。はい。ここに自分が立てばいいのか。はい、そうです。で、最初にそれを見て、そうだね。見ながら立って。行きやすいかも。見ながら手で最後目標を見るみたいな感じ。見ながら立って、最後に目標を見る。水が綺麗ってことだよ。あ、そうですか。うん、多分。私はその時ザリガニ釣りしました。静香ちゃんは、はい、誰の影響でゴルフをこうやることになったんですか。まあお父さんとかはずっとまあ昔から遊びでやってたんですけど、うん、まあ八つ上の兄がいて、うん、で、まあお兄ちゃんはずっと野球やってたんですけど、中学校から高校に上がる間の春休みの期間だけなんかゴルフ少しやりたいってお父さんに言ったらしくて、うん、それでなんかお父さんとお兄ちゃんが練習場に2人で行ってたんで、うん、でも私もついていきたいってなって、でついてってやったら楽しくて、でそこからの方がハマっちゃった。私がハマったみたいです。もう最初から楽しかったの、のめり込んじゃったの。多分そうだと思う。なんかわかんないけど、多分当たるのが楽しかったなと思います、クラブに。その時でも一番最初本当ちっちゃいこんくらいのクラブ買ってもらって、本当ちっちゃい子用の。あ、ジュニア用。はい。それあ、お兄ちゃんの時に買ってたやつをもしかしたら使ったのかもしれないんですけど、楽しくて始めました。ありがとうございます。はい。あ、今日のテーマ話すの忘れてた。63。今日皆さん気づいてるかもしれませんが、私は昔のクラブを使っています。なぜなら冬はシャフトがしならなくなってきました。最近ちょっと重たく感じるので、昔のね柔らかいクラブで振ってます。あ、これもここら辺だな。そうですね。そうだね。見つけてやったです。そうすると確かに右とか向かないかも。お、あ、いけ。トップしたけど。あー、惜しい。あと1ヤードだった。天地の差。チーン。左行った。ナイソン。ありがとうございます。左行っちゃった。アゴです。めちゃアゴ。大丈夫です。大丈夫かな。海外ってさ、こういうバンカーじゃないよ。なんかもっとさ、コースによりますね。あ、そうなんだ。はい。前衛とかはああいうの、ね、あれしかない。あれはもう本当見るだけですごいなと思う。あ、うまい。出た。あ、入れそう。お、入る。おー、ナイス。すごい。あー、うまかった。もう消えた。どうや。でもさっきあれ外したよね、私。怪しい。すごく